本当にこれ、あの、リスナーに左右されますからね。そうですね。メールの内容に本当に左右されますよ。そうなんだよ。これ、実は僕の力ほとんどないから、あの、そっちだからね。頼むよ。はい。皆さん、本当によろしくお願いしますよ。いろいろお願いします。ええ。ということでね。今日、リスナーさんのお悩み、お悩み来てるので。はい。早速こちらに答えていってもらいたいと思いますよ。えカーシマンさんからいただきました。ありがとうございます。呼び捨てで OK ですということです。はい。私がお二人に解決していただきたい悩みは、 優しそうな人だね、以外の返しをぜひ教えてほしい、うん、ということです。うん、私は嘘をつくのが下手で、社交辞令も苦手です。うん、よくあるシチュエーションで、友人の彼の写真を見せてもらった際に、優しそうとしか返せないことが、まあ、多いこと多いこと。これが実際、石川さんや中村さんのような方を見せられたら、それはもう、いや、かっこいいね、私が惚れそうだわ。え、嘘嘘、冗談だって、人の彼氏を取ってくったりはしないからさ、うたりさん、杖長く馬鹿しろ、欲しい。 くらいは言えると思います。長いね。そうですか。でも <laughs>、えー、すげえ、いい上手じゃねえかでもやっぱりそうではない方は難しいです。うん、かといって優しそうって言葉はもうだいぶ使い古されてきてしまっていると思うので、それに代わる男性が言われて嬉しい言葉をぜひ教えてください。なるほどね。大丈夫ですよ。はい。いけますよ。 ね、まあ割とありますよね。こう、うん、いろんな人にこう写真見せられて、その人の印象を聞かれて、うん、っていうのはありますからね。ということで、中村さん準備ができたようなので、行、はい、っていただきたいと思います。それでは、ビクトルさん、命令をそういう時にはこう言うんだ。え非常に性的。あはは褒め言葉なんじゃないかな。<笑><笑>いや、いや <laughs> 褒め言葉ですけどじゃないあの、ああ、セクシーって、日本語にするとこんなにいやらしくなるんですね。ねなんか、よく、その、海外のね、方たちはやっぱりその、セクシーっていう言葉を、はい。普通に使うわけじゃないですか。はい、ええ。だから、ああ、彼ったら口元がすごくキュートね、セクシーね、と、ええ。言うわけですよ。ええ、そうですね。まあ、そんな感じの <laughs> <彼>、日本ならではの言い方で。彼は非常に性的じゃない <laughs> <laughs> やばいですよ えつこの彼氏、すごい性的じゃないえ、本当そんなに性的かなつって。はい。ここの部分がねって。ここの部分なんなんでしょう。性的な部分ってなんだよって話になってしまいましたけど。なので。これは解決できたでしょ。もう、でも、考えてごらんなさいよ。言われて嫌ではないでしょ。え、いや、ま、気分は良くないですもんね。嫌でもないですね。遠山さんとかがさ、いや、石川君ってさ、結構性的だよねって言ってたらさ、 あの、嫌な気はしないでしょ俺だったら嫌な気はしないもん。嬉しいです <laughs>。ちょっと気持ち悪いトーン出てるよ。<laughs> そんなトーンで言ったら、あ,あそういうつもりじゃないからって真顔で言われちゃうああ、やばいやばいやばい。怖い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  <laughs> やっぱりね、女性の闇を見てしまうんですね。うんうん、はい。ということで今日は以上でございます。